メイクのコツは、なんでネイルってさ、塗った後乾くまで待てないんだろう。韓国コスメライターのチタンです。はい、ということでね、今回はそんなネイルをご紹介します。なんとなんと、今年の秋冬の新作として初めて登場したロマンドのムードペブルネイルをご紹介していきたいと思います。しかもね、これ全部でカラーが10色、重ねるチップが1色、重ねてマットにするのが2本の全部で12色なんですけど、この重ねてマットにするやつはめちゃくちゃ似てるなのをね、ウェイクメイクのやつ持ってるんで買わなくって、それ以外のね11色全部持ってるので、今日はこの11色全部をレビューしていきたいと思います。ちょっとね、ネイルのねレビューなんてねやったことないからね、めちゃくちゃ心配なんだけど、まあなんとかなるでしょう。やっていきましょう。ということでね、今回紹介するのはロマンドのムードペブルネイルです。ムードペブル、どういう意味かっていうと、あのペブル、小石っていう意味で、小石もまあちょっとコンセプトにしたようなコロンとしたパッケージと、あとね音も小石っぽいの。あ、みんな聞いて、みんな聞いてでしょそんなこの小石ネイルなんですけど、なんといっても人気の秘密はカラーリングと透明感ですね。どういう意味かっていうと、まずね、カラーがねめちゃくちゃ可愛いの。なんかこういうターコイズっぽいブルーもあれば、なんかちょっと透け感のある茶色だったり、あとはね欠かせないのがね、こういうねダスティー系のベージュだったり、あとカーキとかねあるんですよ。ロマンドらしいこの絶妙なカラバリがまず人気の一つです。二つ目に透明感っていうのが、一度塗りでは爪の白い部分がね全然透けます。そのぐらいめちゃくちゃクリア発色のネイルなんです。だからこそ、なんかあえてちょっとその白っぽさを残しても可愛いし、どんどん重ねていってグラデーションみたいにしても可愛いし、ベタ塗りをひたすら繰り返して透明感あるぽってりしたネイルにしても可愛いし、みたいな感じで表現がねすごく幅広く淡い感じで楽しめるんです。今日はそんなネイルのね全色レビューをしていきたいと思います。まあ、まずは一番最初にカラーリングから紹介していきたいと思います。カラーね、ちょっとこうやって爪見せるのもどうかなと思って、もういらなくなったね白い板を準備しました。これにね塗りつつね順番に紹介していきたいと思います。まず最初に紹介するのが00番のクランキーブラックです。ランダムにカットされたチップがね中に入ってます。見えるかな、こんな感じで。これ単色でもちろん使っても可愛いし、カラーネイルと重ねてね使って可愛いカラーになってます。結構お気に入りなのは、5本普通にカラー塗って 2,3 本だけこのクランキーを重ねるとかね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。でね、このねランダム感もねめちゃくちゃなんかおしゃれでムードな感じが出るので本当におすすめです。なんだかんだ結構使ってるんですけど、00番だけ毎回使ってるんで減りが早いです。もしかしたら生まれて初めてネイル使い切るかもしれない、楽しみです。次に紹介するのがヌーペブルです。これは手のひらが綺麗に見える感じのダスティーカラーとなってます。本当にベージュって感じ。はい、こんな感じのカラーですね。なんかちょっと温かみのあるトーンオフなベージュって感じのカラーです。なんか BB クリームみたい一度塗りするとめちゃくちゃクリアなんですけど、その分こう肌がねちょっとしっかり綺麗にこう手元がね見えるっていうカラーになってます。これは可愛いな。次に紹介するのがロージーシロップですね。血色感のあるカラーとなってます。でもなんかこのカラーのめちゃくちゃ好きなところが、パキッと生えすぎないカラーってのがね本当に可愛いです。こういうのでね、あの赤とかね主張強い系やっちゃうと、ちょっと手元の存在感強すぎちゃう時あるじゃないですか。でもこいつだとそんなことなく、あざと可愛い感じに仕上がるんです。カラーはこんな感じ。なんかちょっとサーモンっぽい感じのコーラル系のカラーに見えますよね。重ねれば重ねるほどなんかしっかりクリア感がちょっとずつ重ねられてきて、サーモンピンクがね立つような感じのカラーになっております。これめちゃくちゃ可愛い。あ、今日これつけよう。ちょっと髪色に合うくない。3番がこちらのモンドルのカラーですね。はい、モンドルはブラックブラウンっていうカラーになってます。パッケージだけ見るとねただの黒に見えるんですけど、そういえばこのカラーまだ使ったことないや。ブラックブラウンっていうよりかは、めっちゃわかりやすく言うと、小学校の時の書道の時間に服つけちゃって、その服何回洗っても落ちないみたいな時の色この感じがすごい、このカラーですね。なんかちょっと確かにスモーキー感はあるんですけど、まあ、肉眼で見ると結構普通に黒かな。ブラウン感はそんなにないですね。もう本当にあの牧場めちゃくちゃ薄めた色みたいな感じの色になってます。
だからこそこれにこの黒のねクランキー重ねたりとかしてもね絶対可愛いし、ザ黒じゃないからこそ黒のネイルしてもの主張強すぎるなんかねザ VK みたいな感じの仕上がりにならず、トレンドっぽいねムーディーな感じに仕上がるアイテムとなってます。次に私が結構気に入ってるカラー、これはマッドグリーンですね。重ねるほどしっかりとそのスモーキー感がね出るようなカラーになってます。なんか言い方めちゃくちゃ悪いんだけど、ドブの言い方悪いな。はい、こんな感じですね。ちょっと汚染された感じのカラーになってます。言いたいことわかる、ちょっと苔生えたというかなんていうか。えでもねそのダスティー感がめちゃくちゃ可愛いんですよ。カーキーなんですけどクリア感があるから主張が強くなくって愛らしい感じに仕上がる。あ本当にこれ可愛い。で5番目に紹介するのがディープアクアですね。あの深海の海っぽい感じのちょっと深いね青緑ネイルに表現したようなカラーです。めちゃくちゃ可愛い。こういう宝石あるよね、名前は出ないけど。いやめちゃくちゃ可愛いなこのカラーも。このカラーですね、本当に青緑って感じじゃないですか。エメラルドグリーンって感じのカラーですね。めちゃくちゃ可愛いな。今白の板に重ねてるんで水色っぽく出ると思うんですけど、結構深みがしっかりあるカラーです。次に紹介するのが06番の翡翠ですね。絶妙な感じの青い翡翠カラーです。このカラーは1個前に紹介したディープアクアよりかもうちょっと緑感が強いようなカラーになってますね。うわこのカラーもめちゃくちゃ可愛い。うわ夏につけたいなこのカラー。こっち下が翡翠のカラーですね。上がディープアクアで青みがかってて、下の方がちょっと緑感強いの伝わりますかね。下が翡翠のカラーです。次に紹介するのがモーブサンドのカラーですね。これはモーブ系のヌードカラーって書いてあるんですけど、そんなモーブっぽいなんか青みがかった感はないです。あこれこそなんか泥水っぽい感じ。あでも白い板に出すとモーブ感感じるな。前普通に手に塗った時はちょっとくすみ系のベージュって感じの感想だったんですけど、白板に出すと確かにちょっとモーブ感ありますね。青っぽい感じが。一番最初のね紹介した名前なんだったっけ、ヌーペブルに比べてもうちょっとだけ色が淡い感じかな。でも結構似たよったカラーですね。次に8番がパープルムードですね。重ねれば重ねるほどしっかり紫が出るっていう感じのカラーです。カメラ通してみても肉眼で見てもめちゃくちゃ紫。紫のねクリア感ね、多分あのアメジストで合ってるっけ、紫色の鉱石、まさにあれみたいな感じのカラーですね。こんな感じです。本当に鉱石みたいな感じのカラーになってます。めちゃくちゃクリア感がしっかり伝わりますね。やっぱり紫綺麗な色。はい、このカラーもねさっき紹介したみたいにあの主張がね強すぎないので、なんか紫指先に塗るってちょっと抵抗あるかもしれないんですけど、全然どんな肌色の人でもね似合っちゃうようなカラーになります。次にねこれめっちゃ使うの楽しみにしてたアンバーですね。琥珀をちょっとイメージした温かいキャラメルブラウンのカラーだそうです。これ今日家に届いてまだ使ってないんですよ。めちゃくちゃ可愛い。うわうわマジでキャメルブラウンだ、こんな色のネイル欲しかったみたいな。やっぱロマンドってもうカラー作りがマジでうまいな、ビビるわ本当に。こんな感じのザ・キャメルブラウンですね。他のねさっきからのベージュ系って言って紹介してるカラーに比べても圧倒的キャメルブラウンです。うわこのキャメルブラウンにさこのクランキー乗せたら絶対可愛いよね。あー無理無理じゃないけど。で最後ですね、一番最後10色目に紹介するのがダスクネイビーですね。ちょっと深い夜空っていうのをテーマにしたネイビーブラックだそうです。確かに1個目に紹介した方のブラックに比べるとしっかりネイビー感があって、その前に紹介したディープアクアよりかもちょっと濃い黒混じりな感じしますね。あ本当にこれでグラデーションって感じ。これが10番です。よいしょ、じゃあ塗っていきましょう。ちょっと塗るさ面積のさ配分圧倒的に間違えた。うわめっちゃ言いたいこと分かったわ。たまに夜なんだけど明るい夜ありません？地震雲みたいな、次に地震が来るって言われるようなさ地震雲、まさにあんな感じの、あ今日ちょっと夜だけど明るいなっていう感じの夜空、伝わるこれ。本当にそうじゃない？このね黒のカラーと比べても確かにしっかりネイビー感が出てるのが伝わりますね。はい、前色の装置はこんな感じです。こっちから00番、01、02、03、04、05、06、07、08、09、10番の順番ですね。めちゃくちゃカラー可愛くないですか？どのカラーも可愛い。で、一番最初に発売されたのが、こっからここまでのカラーで、こっから後半5個が最近発売になったばっかりのカラーですね。めちゃくちゃ可愛いよね、これ。うわぁ。
最高かよ。はい。でね、このカラーなんですけど、これ今が一度塗りの状態です。でちょっとね、001番、私がべったり塗りすぎちゃったんで、2番重ねてみようと思うんですけど、よいしょ。それに、こういう感じで色を重ねていくと、半分だけ塗りますね。うわ、なんかこれサンゴみたいな赤になった。かわいい。こんな感じで、まあ、どん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 色を重ねていくごとにトーンの濃さがしっかり出てって、なおかつぽってりしたね、ボリュームのあるネイルになるっていうアイテムになってます。めちゃくちゃかわいいですよね。ということでね、今回はね、一旦全色レビューっていうのをやってみました。めちゃくちゃ可愛くないですか？これね、しかもめちゃくちゃ安くて、値段がデパコスのネイルとかだと結構1000円超えたり2000円台のものとかもあるじゃないですか。でもこのロマンドのネイルはなんと定価が880円ですね。9点のショップでは880円で購入できます。1000円でお釣りが返ってくる。こんなに可愛いネイルなのに。改めてもう一回見て。はい、こんな感じのカラーです。いや、めちゃくちゃ可愛くないですか？はい、ということでね、今回はカラーの紹介をねしてみました。でね、次の動画で実際に塗りながら1度塗り、2度塗り、3度塗りで、ね、どのぐらいトーンが変わるのかっていうのをねレビューしていきたいと思いますので、ぜひぜひ次の動画も合わせてチェックしてみてくださいね。はい、ということで今回の動画が面白かったよ、参考になったよって方はね、ぜひチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。また10万人行くまで毎日投稿してますので、ぜひぜひたくさん布教くださったら嬉しいです。布教してね。はい、ということでまた明日の動画でお会いしましょう。アンニョー。